どうも、こんばんは。今はこんばんは。みんなが見てるのは、こんにちはか、おはようございますか、わかんないですけど、連ドラチャンネルのお時間です。マネージャーの慎太郎です。そして、今回ゲストの、池子さんです。どうも、池子です。連ドラチャンネルで、去年ですかね、撮影させてもらったんです。去年ね、一回撮影に、タムと一緒にさせてもらったんですけど、またね、池子さんの、青地田のグリーディングルームの方に、今日はお邪魔させていただきました。でね、今日は貴重なベビーが今年のね、はい、生まれているみたいで、ちょうど3日前でした、こっちの3日前です。3日前に生まれたばっかりの、北落ちたの赤ちゃんたちと、そのちょっと前に生まれた子たちが今日見せてもらえるということで、なかなかね、まあご存知の方も多いかと思いますけど、落ちたとかでは卵ではなくて赤ちゃんが直接こうブリッと出てくるタイプで、なんでまあお産ですと、ね、3日前に、まあその3日前にね、赤ちゃんでもらった、まあ、母体と一緒にこう、まあ、小さい子たちを見せていただけたらなと、結構貴重な映像だと思うんで、まあ、ちょっと生まれたばっかりの、青地田の赤ちゃんでね、やっぱ店舗でも青地田とかでたくさん扱ってるんですけど、まあ、小さい青地田ってね、なかなかどうやってこう、やっぱ痩せやすいんですよね。ちょっとご飯食べないですぐ痩せちゃったりとかするんで、まあ、その辺のトリートメントだったりだとか方法とかちょっと詳しくね、今日はゆりやさんの池子さんにいろいろなことを聞いていこうかなと思います。それではどうぞ。すごいっすね。ここに今日今ねこうここに積まれている子たちが3日前に生まれた。そうです。これで全部同じ。そう、これは全部。ってことは1回のクラッチでこれだけ生まれてくるんですね。割と多産ですね。多い方これは。いや、うん、まあ普通。あ、こんなもんなんですね。ちょうど10匹かな。あ、じゃあ割とこれぐらい産むんですね。ちなみにちょっとこの子たちお母さんって今見えますか？どの子たち？自慢の。これが。あ、でけえな。お母さんですね。でか。今日ね。吉川くんと遊び来てますでっかくね、吉川くん。めちゃくちゃでかいですね。これもフルマックスですね。そうですね。はぁ、でかく。ちょっとね、比較対象が難しいと思うんですけど、僕のまあ、ほんとこれ指20センチぐらいなんですけど、60は超えてるかな。60ぐらいだと思う。60ぐらい、うん、60ちょっと超えて、尻尾先まで入れたら超えてそうですね、うん、これケースってどれぐらいなんですか、大きさ。90ぐらいか。これ74。え、そんなちっちゃいこれ、うん、じゃあ結構でかいですね。あ、そうか、70。でもこのペットシーツが60だから。お、ああじゃ あ,、うん、あじゃあギリ60でかいね、うん、でかく見える。この子で何歳ぐらいですか。これ北ですよね。そう、この子何歳だっかな。5、6歳。あ、もっといってるかな。この子出産は初めてですか。いやいやいや、今年で何回目だ、4回目。うん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 。じゃあ毎シーズン結構コンスタントに産んでくれる。そうそうそう。で、子供の数は毎回同じぐらい産むんですか。そうですね、この子は結構大きくたくさん産んでくれる。もっとこう、なんていうか、妊娠期間だけもうパンパンになって。ちなみに青地だってなんか何歳ぐらいから、まあ、サイズ的にでもいいですけど、どれぐらいからこう出産できるなみたいな、こうボーダーってあるんですか。これがね、人によりいろいろ違うんだよね、うん、その飼ってるブリーダーさんによって違うんだけど、うん、僕は2歳から2歳から、うん、まあそこまでの成長のさせ方とかでやっぱちょっと違いはありますもんね、うん、成熟の関係、やっぱちょっとしっかり成熟させてからっていう、うん、まあ、2歳までは体格、成熟、性成熟ともに、まあ、しっかり育ててからのメスの方が、まあ、1歳半ぐらいで大体サイズ的にはアダルトサイズになるんだけど、うん、まあ、その後ちょっと余裕見てっていう感じ。なるほどっす。じゃあこの子は今産後トリートメント中という感じですね。そうですね、うん、この子はでっかい方というか一番でかいかな、うん、めちゃくちゃ大きいですよね、うん、僕多分人生で見た北で一番でかいかもしれないです。まあどうしても販売店なんで、まあ、まあ、そう、あんまり大きい個体見ることないんですけど、この子が3日前に子供を産んだお母さんだそうです。そう、なんかこう脱皮のサインとかやっぱ味もあるんですか。あんまないですか。そうそう、出産前とか、まあ、餌食わないとかそれぐらいですかね。餌食わないっていうのは、はい、逆に言うとあんまりなくて。へえ。前日でも餌食っちゃうんですよ。
レオパンにしちゃうともう まず食わんもんね。大体食わないと、ああ、産むなって。カメレオンとかもやっぱあの出産の前日はまず餌食わないんで。あとはその呼吸が前日に荒くなったりとか。なるほど。前日からこう、尻尾をね、うんこするみたいにこう、上げるんですよ。あ、そうすると、ああ、もうそろそろだなって。あとその脱皮ですよね。脱皮がしたら1週間、そこらいないぐらいで。なるほど。うん、じゃあ出産とダピがやっぱ被ることはないんですね。まあそうですね。だいたいダピが終わってからですね。なるほど。すげえ勉強になりました。ありがとうございます。お母さん、また。はい、さあそんなあんなビッグママから生まれた子たちがこの10匹ということで、ちょっと1匹ずつ見せてもらえたらなと思います。ゆうこさん、ちょっとなんかあの角材入れてこう斜めにしてるのはなんか水溜めてるとかなんか狙いがあるんですか。これ、はい、水に入ってないんだけど、はい、ちょっと乾いちゃってるけど、はい、これここに水溜まるようにしてるんですよ。なるほど、ボールのベビーとかと一緒する。そうすると水入れいらないし、うん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 、あのメンテするときにこう子供出してこれ捨てちゃって、なるほど、でそのまま一回水洗いしてスピードを、これやっぱり水入れ入れると溺れたりとかそういう事故怖いか。いや、そういうんじゃなくて、はい、メンテのしやすさですね。数が多いから1回に増える、うん、一気にだってこれ1日で10匹そうですよね。突然そのメンテしなきゃいけないっていうのが増えちゃうので、やっぱりブリーディングはメンテ効率、はい、メンテ効率です、大事だね。やっぱ常に清潔に保つには効率が高くないと、うん、やっぱね、店舗でも僕作るときいつも言うんですけど、やっぱそういう効率性の高い店舗の作りになってないとやっぱりものすごいこうあのお世話とかの手間かかっちゃうんで、うん、まあ、こう生き物のお世話っていうのは効率はすごく大事ですね。まあそういう工夫の一つです、ね、じゃあちょっと1匹ずつ見してもらってもいいですか、はい、高いところがいいかな、ちょっとかかる、あ、よく見る、かわいい、はい、生後3日、こんにちは結構バンドのピッチも細かくて綺麗ですね、うん、ただまだ脱皮、1回目の脱皮すると大体色が分かるんだけど、色がね、あ、まあ、生まれたては大体こんな色、みんなどれか、はあ、ははあ、じゃあファーストシェッドは1週間ぐらいするんですか。そうですね、大体1週間、2週間ぐらいで。親みたいに部分的にペロペロいく感じなんですか。いや、ペロンと見てる、ずっと見てますよ。で、ファーストシェッド前でも餌は食うんですかね。ちらほらコールに入ってる、うん、バンバン食べますよ。へぇ、早いと次の日から、まあ、僕はね、休日始めちゃうけど、ちょっとなんか、印象とかの話と違うね。そうですね、やっぱりそういう話が聞けるのはいいですよね。でも、まあ、確かにもうそのまま出てくるから翼サックとかも全部休止した状態で出てくるんだ。これってやっぱりその、まあ、卵でいうとこのシゴモリ、うん、あの死産とかってやっぱあるんですよ、はい、死産もあるんですよ、うん、あります、なるほど。この中でもこの子はちょっといい感じだぜって将来性を感じるような子出てきました。うわ、大体こう、こう、まあ、この時点で見れるったらバンドの形ぐらい、ふん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 、で本当になんていうのかな、色上がりするだろうなっていうやつは、うん、もうこの時点でサイドが明るい、サイドが明るかったり、あとその僕がよくやってるそのホワイトヘッドって言って白いのいるんですけど、あ、それだともうこの時点で白い。へー、これその池子さんの思う青じたのクオリティ、うん、まあ、まあクオリティってね、あんま、まああの、うん、こいつが可愛いと思ったらそれはね、うん、正義なんですけど、うん、やっぱりどういうところに、あ、この子質が高いって、やっぱバンドのズレとか、まあいろいろあると思うんですけど、どういうところがやっぱこう綺麗な北王子だなっていう基準ってありますか。やっぱパッと見て分かるのはその白抜け、あ、体色、うん、そう、白く抜けてるやつで、バンドの形っていうのはそんなに問題じゃなくて、うん、そのこのお腹のここのサイドの色上がりですね、それぐらいが大体、まあ確かにバンドはね、さっきあのフルアダルトの答え見させてもらいました、割と消失しますもんね、うん、ちょ もっと可愛い子試してください。すごい、みんなご飯、こんな生まれて3日でご飯食べるなんてスパルタな感じが死んでもないですけどでも飯を覚えさせなきゃいけないから、大体こうやって置いてコオロギを食うか、その人工飼料の方に行くかっていうのも見ないといけないし、なるほど、こう人工飼料のこうお団子と、うん、ここにね、ちょっとあの穴走らないコオロギが、うん、あのちょっと歩いてるんですけど、まあこれで個体の好みをどっちか測る、どっちかをこうとにかく食べるってことを覚えてもらって、なるほど、うん、これ条件によってはこう強制だったりだとかアシストすることもあるんですか。まず自発で食べる、うん、まあ自発で食べますよ。素晴らしいですね。
っぱ青地さんやっぱそういうところがすごいんで、うん、まあ、あの丈夫さもそうですけど、やっぱこうあのしっかりとこう、うん、画面ついたところが買いやすい、まあ、人気買いやすいっていうところがそこでしょうね。一つはあれですよね、何でも食べますからね、本当に、うん、見てない。まだあんまり見てないですよね。ただこの子このなんか色しっかりスペアはバンドが多いなっていうイメージ。ねえ、バンド結構細かいピッチ多いですよね。オスがメニラだって言ってバンドの多いオスなんですよ。はいはいはい。でバンドが今まで僕が飼ってた中でバンドのそのなんていうのかな、遺伝性っていうのはそんなないと思ったんですよ。うん。だけどなんか今回のこう撮ったら。もしかしてあるのかみたいな。まあ親の特徴は、まあうん、まあポリで受け継がれるところはあるのかもしれないです。うん、この子結構顎の下を描くと。ああそう、あとあの青舌ってこう飼ってる時に、まあ、狭がりとかってよくね、うん、あるじゃないですか。あの狭がりしない飼い方ってなんかコツあるんですか。いや、やっぱカルシウムですよね。ああカルシウムなんだ。その僕の場合はね、やっぱ D3 入りのやつ、うんうん、そのここを紫外線当てないから、うん、だからそれは気を使ってる。なるほど。 D3 入りのやつを、まあ、ちょっと多めによく D3 過剰摂取でどうのこうのってあるじゃないですか、うん、でもどっちかというともう多め、うん、僕は、ね、やってますね。やっぱりあの狭がりって、まあ、いろんなね、言われあるじゃないですか、うん、背の高いケージで飼うと、うん、あのこう登ろうとした時にあの、うん、背中のあの場所で折れるじゃないですか、うん、なんで、まあ、あれが良くないだとか、うん、まあ、いろんな言われ方あるんですけど、やっぱカルシウムが重要、うん、重要だと思う、うん、まあ、やっぱそのコネクトですよね。で要は、まあ、背が低いケースで飼った方が、まあ、こう体が折れにくい、折れにくいっていうか、まあ、その予想されるそのなんていうのかな、事故は未然に防がないと、うん、なるほど、そうなってからじゃ遅いから、なるかもしれないよって言われたらじゃあやめようっていう、そういうスタイル。なるほど。やっぱりあの今アダルトの子たちってこう背が低いケースで、ね、うん、あのこう多分こう背中が折れて登ることができないような高さになってるんですけど、うん、ベビーってやっぱり結構難しいじゃないですか、うん、なんでベビーに対してはやっぱこうそのコツはやっぱカルシウムしっかり上げて、うん、ベビーはね、そんなにここにこうペターってなるってことはあんまりないんですよ。あ、なるほど。言われてみればあんまりないかもしれない、うん、まあ、こういう状態で地面にこうペタッとしてるとか、まあ、この下にこう降ってるとか。なるほど。そういうこと多いんで、はい、ありがとうございます。はい、あ、色明るいじゃないですか、めっちゃ。まあ青舌のベビーなんですけど、はい、まあ、僕ら輸入車入ってくるときはこれよりもう少し大きい場合が、ね、うん、もう少しは大きいんですけど、うん、やっぱりあのお尻の付け根こう痩せてきたりとかするじゃないですか、はいはい、で餌切れが悪い子、うん、あれって何が原因なんですか。まあ元々青舌って食べるから、うん、なかなか強制してとかってそんなにないじゃないですか、うん、なんでかといって食べないとやっぱ代謝は早いからすぐ痩せるじゃないですか、うん、なんかそういう時ってなんか対処、大事な対処、こういう、うん、そういう、まあ、環境変わってちょっと餌落ちた時とかって、うん、なんかこう指向性の高い餌こんなのがいいよとか。僕はね、はい、そのこいつらが餌食べなくなった時に、はい、そのさっき入ってたコオロギ、はい、あれ使うんですよ。まあ要はその本能で食いつくじゃないですか。あ、カツですか。そうそうそう、あの生きたコオロギをこうポッと掘ってやって、でそれにこう動くものにポッと反応させて食べさせる、うん、でそれが何日か続くと食べることを覚えてその人工飼料でも食べるようになるっていう。だとにかくその食べるっていうことを覚えさせるというか、その本能をくすぐってやると狩りをさせる、うん、そう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 。だから、まあ、中にはコオロギあげるとコオロギしか食べないやつはいるけど、だけど大きくなっていけばいつかはその人工飼料食べるようになるんで、そこはあんまり気にしないですね。なるほど、うん、食べるものをあげるって感じ。はい、まあね、今日はねちょっとまあ時間の問題で全部を紹介することはできないんですが、まあこんな感じの子たちがたくさん、あとそっちの気持ち大きい子たちは、うん、そっちも見たいですね。こっちは、はい、脱皮がちょうど終わって
ったところで、あ、ファーストシェードが終わったところ。そうそう、色がね、だいぶ上がってる。はい、これ生まれはなどれぐらいなんですか。これで、この子が5月31日だから2週間、ちょうど生後2週間ぐらいだそうで、ダッピーが昨日、今日で分けて色がだいぶ上がってる。やっぱだいぶ北ですね、うん、僕ら の見る青舌ですね、うん、ちょうどね、海外から入ってくる時も小さいとこれぐらいですね。やっぱシェッド終わってから出してんだな。すんごいのちっちゃい入の個体で入ってくるとこれぐらいですね、うん、あ、もうしっかりやっぱファーストシェードすると色はっきりします、うん、ちょっと動きもちゃんとしっかりそうクイックな動きをします、ね、かわいい。思ったより明るかった。それもうご飯もしっかり、うんこもね、そうことってどうなのかっていうところありますけど、はい、もう青舌って感じですね。わー、めっちゃいいじゃないですかめちゃくちゃ綺麗だな。これファーストシェッドの残り柄ですか、背中のやつは。ちょうど脱いだばっかの。そうそうそう、この部分がそうですね。はあ。うわ、かんわい。吉川くん、たまらんね。これはマジでたまらんですね。たまらんね。いや、もうね、青舌の部分、ほんとかわいいんすよ。マジかわいいじゃん。このまんまでいてほしい。次のが願望。でかくなった方がかっこいい。いや、でかいのもかっこいいですけど。いや、このサイズの青舌見ることなかなかないと思うんで。なかなかないですね。僕らも輸入ね、基本的にこう自社で CB 社に輸入でこう入ってくることが多いですけど、このサイズはなかなかね、周りに入ってくるけど、本当珍しいですね。はい、この子たちがファーストシェードが終わった子たちになりますね。はい、今日は伊藤さん、たくさんのあのおうちのチャンスで貴重な姿を見せてくれてありがとうございます、はい。というわけでね、今日はあの青舌トカゲのブリーダーの池川さんのところで青舌トカゲで生まれたばっかりのね、ベビーを参見してもらいました。でね、ここから、まあ、ちょっと発表なんですけど、まあ、今日あの一部紹介させていただいたあの青舌トカゲ、北青舌トカゲの池川さんの CB のベビーたちをなんとご厚意でデンドロパークの方に、はい、こう店内イベントをやってくれるそうです。ありがとうございます。本当にいいんですか。大丈夫ですよ。はい、まあ、ちょっとね、どこの店舗でやるかは、まあ、池子さん、静岡店が一番近いのかな。まあ、東京方ですかね。そうですね。そうですね。まあ、静岡が近い方だったら、まあ、池子さんのところに直接、うんうん、まあ、ご連絡いただければ、うん、ここでね、いろいろ見せていただいて、まあ、動物取り扱いでももちろんもちろんで、譲っていただくことも、個人的に可能なんで、まあ、2ショップは東京か名古屋か、まあ、今カメラの向こうに吉垣君いるんで、まあ、完璧名古屋でやるぞって名してますけど東京店の店長のね、タムもすごい青舌大好きなんで、ね、あそこもちょっとね、今年ね、ブリーディングが成功しそうだとかしなそうだとかで話がまだその説明ご相談ご教授よろしくお願いします。はい、はい、まあ、なんでちょっとね、どっちで開催するかわからないんですけど、まあさっき紹介してもらった3日前に生まれた子たちがしっかりとまあファーストシェット終わってご飯も餌付いてまあ元気に販売できるよという子たちがまあ出そろい次第まあどちらかの店舗で店内イベント、うん、ゆうこさん、はい、初めてですか。そういう初めてですよ。何ですかいいんですか、デンドロパークで。大丈夫です、大丈夫ですか、はいはい、ね、ちょっとね、その国内目指して国内 CB のね、北青舌トカゲをこうトップブリーダーさんからしっかりとした説明をしていただいて、いろんなことを教えてもらいながら買えるような機会をデンドロパークでどこかの店舗で設けようと思いますんで、まあ、そちらのね、まあ、日時だったりの発表も、まあ、近々ね、まあ、生後これぐらいなんで、まあ、これいつぐらいにやるんだろうなと、まあ、ご想像つくと思うんで、まあ、それぐらいには発表して開催したいと思います。そちらもご期待ください。お願いします。というわけで、伊藤さん、まあ、インスタグラムだったりだとか、その他 SNS、まあ、下にね、概要欄貼っておきますんで、伊藤さんから直接、ね、こうね、増えた、北尾寺だったりだとか、譲っていただきたいって方が見えたら、どしどしね、ご連絡すると、本当に、まあ、いい人かどうかはちょっと抜きにして、いや、めちゃくちゃいい人。すごいね、ちゃんと相談とかも乗ってくださると思うんでね、ぜひぜひご相談いただけたらと思います。では今日のこの動画が
楽しかったと思った方はいいねとチャンネル登録、これいつも慣れないですよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。